阿蘇五岳をバックにおよそ70万本のコスモスが見頃となっているのは、南阿蘇村の道の駅阿蘇坊の里くぎ野です。雄大な自然の中で季節の花を楽しんでもらおうと、道の駅と地元の人たちが今年初めて花を植えました。コスモス畑の中には散策できる通路も作られ、午前中から訪れたたくさんの人たちがのんびりと楽しんでいました。That's beautiful. コスモスとこの阿蘇 の山並みがすごく広大な景色が特別だなと思いました。空気はいいし、山に囲まれてね、感激しました。また来たいです。また周辺ではコキア500株も植えられ、コスモスと一緒に楽しむことができます。